タンタンです。本日はコストパフォーマンスがめちゃめちゃに高いビッグアイランドさんのマンゴー材のソプラノサイズ UMOSPS をご紹介いたします。マンゴー材ですが、カーリーがね結構出てます。特にトップですね。反射してしまって見づらいと思いますが、この辺りが分かりやすいんじゃないでしょうか。カーリーの出てるマンゴー材のオール短板にコアの、ロゼッタバインディングついております。この独特な形状のヘッド、そして骨のインレイですね。コストパフォーマンスの高さと見た目の可愛らしさがとても人気なビッグアイランドさんです。今回はマンゴー材のソプラノサイズ、シリアルナンバーが157の個体をご紹介します。マンゴー材はハワイアンコアの明るいサウンドとマホガニの柔らかく甘いサウンドのちょうど間あたり、いいとこ取りと言われております。今回はこのソプラノサイズ、ソプラノスケールというのもあるんでしょうけど、弦高も比較的低めでテンションがかなり柔らかいのでとてもリラックスして弾けます。しっかりと抑えなきゃという力もほぼ必要ないのでかなり弾きやすいと思います。そしてビッグアイランドさん、今までハードケースがついていたんですが、今回この個体には背負えるギグケースがついております。頭にも持ち手あります。そしてビッグアイランドさんの可愛いウッドタグ付きです。ちょっと見えにくいと思います。ハードケースですね、安心なんですが、大体の方が持ち運ぶことが多いと、ハードケースだとちょっと手が疲れてしまう、重いというのもありまして、背負えるギグケースでこの個体は登場しております。まだモデルによって、モデルや何でしょうね、サイズというかものによりまして、ケースは、付属ケースはいろいろ変わりますので、今回のこの個体に関しましてはギグケースがついております。今回ご紹介いたしましたのは、大人気、コストパフォーマンスの高さで大人気のビッグアイランドさん、マンゴーのソプラノサイズ UMOSPS の番号が157の個体をご紹介いたしました。この答えが気になるという方はぜひお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフイホー。